ブーンチャンこういう奥に入れやすいそのウエイトで後方重心になってるんで飛びやすいし、落とした時に必ずこうしっかりこう落ちていくように作ってある。でかつ吊るした時にも後ろに重心があることによってこうアクションしやすい、アクションさせやすいように作ってるんで、暴走でまあ吊るすとかにはすごい使いやすいかなと思います。まあ、一番重要なのはやっぱり何といってもそのアクションをさせる、フッティングさせるところを考えるとやはりキャスト、あと引っ掛ける枝だと思います。なるべく硬い、ただ細いもの、細いものであればフッティングした時に折れてくれて、わざわざこちらからすくいに行く必要がないんで一番ランディングが楽です。で、糸が切れる心配もないんで一番いいかなと思います。ただ太すぎるものは、アクションが逆に綺麗に出なかったりとか、フッティングした瞬間に切れたりするんで、まあ、ほどほどの硬さがいいかなとは思います。で、水面から、まあ、1メートル以内の枝が一番やりやすいかなと思います。もう何もない場合はもう本当に自分よりはるかに頭上のものに引っ掛けたりとかもしますけれども、フッティングとかアクションとかを考えると水面から1メートル以内、まあ、ベストは50センチぐらいがいいかなとは思います。まあ、一つまずそのキャストですよね。できる限り奥というか込み入ったところに入れる。でラインをがそのなんだろうな、引っ掛ける枝以外にはあんまりとかほぼかかんないようにしてあげないと、とかそのルアーの綺麗なアクションが出ない。かつそのフッティングした時に他のところに糸が引っ掛かってるとフッティングパワーが綺麗にいかないんで、フッティングもしないですよっていうところかなとは思います。いいんじゃないですか。下のなんか細かい枝が邪魔っすね。ほら出た。うわでかい。あー見てなかったでしょ。見てなかったですよ今ね。持って走ってたのに。まあ魚によってアクションは変えていくんですけれども、現状はこれ魚が見えてない状態でやってるので、ちょっと強めのアクションで魚を寄せるようなことを意識してやってます。基本的にはサイトで魚を見つけてその進行方向とかまあどこに向かってるかとかを考えてその先に投げてアクションをさせるんですけども、三島の場合は見えてない状態ですよね。で狙うことっていうのは結構多いんで、最初ちょっと強めのアクションで魚を寄せてあげて、で魚が来たり寄ってきたりとか、あとバーンと出たりしてフッティングしなかった場合は細かい水面でのこうシェイク、ほぼルアーが水面から浮き上がらない状態に変えてあげて、どうしてもこうバスも活性が高くなるとその空気が立ってしまうとミスりやすいんでテンション上がっちゃって、そういう中でもやっぱりミスらずにバスの口に確実に入ることを意識して、なるべくこう水面にルアーをつけてあげて、バスの口の中にルアーが入りやすい、入ることを意識してあげるといいと思います。逆にこう見に来てて水面叩くのをなんかすごい嫌がるなっていうのを感じたら、ちょっとこうルアーをその空中でちょっと誘ってあげて、それでこうスーッと寄ってくるようになったら、もうルアーの真下まで来た瞬間にストーンと落として一気に食わせるっていう感じですね。ただ空中で、見せて食わせるっていうやつはもんで、その落とした瞬間の一瞬が勝負なんで、まあ、そこでミスっちゃうと、まあ、釣りはなかなかないのかなと思います。だから落とす時はもう一気に水面じゃなくてもうそのままフリーホールというか沈むような虫を使ってるんであればそのまま落としきっちゃう方がいいと思います。浮く虫とか浮くルアーであればそのまま水面ポンという形でやれば、出てくれるやつは出てくれると思います。入るまではもう何度やってもいいんで入れてください。はい、綺麗に入らないでアクションさせちゃって場所を荒らすよりは大好きに、コメシェイク、コメシェイク、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 ほら出た。うわー
今これ吊るしやってますけど、まあこれ腕グリップエンドと腕がこうついてる状態で、肘から先を全体的に揺らす。でも竿を腕の延長として考えて、腕の振り幅でそのまま竿を動かすっていう今感じで、アクションさせてます。手首もたまにこう少し動かしたりはしますけど、基本的には肘から上先の動きと竿がそのまま連動してるっていうイメージですね。こうしてやってあげないと、手首だけで持ってると出た時にフッキングパワーが結局手首が負けてしまうと、魚がそのまま走ったりとか、あとパワーが伝わらなかったりするんで、そこをフォローする意味でもグリップエンドを肘から先とくっつけて、まあ、一緒に動かす、動きを連動させるっていう方がいいかなと思います。まあ、リストが強い人は全然リストでやってもらって全然構わないと思います。この方が一定の動きというかリズムが僕的にはまあ刻みやすいんで、僕はこれでやってます。あそこ越えてもうあと数メートル進んだら、はい、水はあるんですけど、でっかいゴロタがあるんで、バスいる、船がどうしたんですか。お、来た、でかいでかいでかい。ありがとうございます。出てきましたね、中からね。で、来ましたね。おー、外れた外れた。あ、フッチングだって超良かったですもん。あそこのショボイラにねえ取れました。まあ今日みたいにこういうすごいいい天気の時はやっぱり、今とか三島上流にいるんですけど、水が綺麗だからどうしてもバスがねルアーを見ちゃうんですよ。特にこういう浮き込みがあると、バスが浮き込みの上で何かがこうもぞもぞしているっていうので、なんだろうっていうのでバイトしやすい。やっぱりいくらシェード部分狙ってても水面に何も浮いてない状態だと見切られることが多い。だからベストはこういう浮き込みの上、特に晴れてる時は。雨が降ってたらオープンウォーターでも全然出ますけど、こういう時に晴れてる日はゴミの上がまあいいかなとは思います。いいんじゃない、巻いちゃったね今ね。あの目の前の笹とかです。おお、出た出た。これはちょっと待ってね。そのままだよ。いけます？いけるいける。少し水捨て気味で。おお、トボトボトボ、オッケー。おお、ありがとうございます。いい魚だよこれ。いい魚ですよね。ちょっと楽しいんじゃないですか。楽しいです。